はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の御大使、ウィズパープキット、竜虎決明シナリオの徳川家康戦第18話になります。ちょっと長いね。ちょっと長いね。はい、でもね、まあね、いろいろ、まあ、最初のね、まあ、攻めがね、選んだね、手がまずかったっていうね、のがあるんで、ね、最初ね、もう、ノープとかに、他の、なんだろう、あれだね、これだと、武田とかに従属してノブを潰したりとかするのがね、良かったのかもしれない。うん、でもね、ノブと家康くんはね、史実上ね、仲良しだったのでね、うん。ま、守っていきつつみたいな感じだね。最初守られ、守っていきつつみたいな感じで、ここまで来ました。はい。ということで、もうね、こっち、上杉ももうね、あれですね。全部取り囲んでるんで、問題ないね。で、交渉でこっちが、あれだね。あ、同盟3ヶ月。延長はしてくれないと。そりゃそうだよね。取り囲んじゃってるもんね。うん。まあ、いいでしょう。で、ポイント脳を確認していきましょう。勢力のポイント脳なんですけど、25ポイント、あと11ポイントってところだね。うん。まあ、とりあえず、2条、ガンガン行こう。ガンガン。皆さん、続いてください。で、あとは、こっち、ここら辺からも出そうか。3万もいらないぞ。1万ちょいぐらいの舞台。うん、このぐらいの舞台じゃないと。ヒョロンも。皆の者、続け！行くぞ！じゃあ、この辺行っておこうか。大丈夫だよ、この辺ね、戦場ね。あ、こっちのがいい。こっちのがいいか。うん。皆の者、続け！ということで、まあ、ここら辺は兵を温存しときます。うん。あ、温存もったいないか。うん。ここは、ああ、問題なさそうだね。こっちから出して、ここで当たる？でも問題ない。いや、でも、ここから出し、こっちの舞台出した方がいいよね。うん。兵余ってるんで。1万3500、このくらいでいいんじゃないの？当たっても1万4000。じゃあ、1万8000、安全牌で、1万8900で、これいこうか。うん。我に続け！うん。ということで、じゃあね、将軍さんも一気に潰しちゃいましょう。さて、次だ次だ。はい、3人、ありがとう。片付けない。これ返そう。もうね、上杉の方はね、もう全部取り囲んでるんで、もう心配ないですね。こっちだけに注意していきます。標高12日いいね。で、その間に何か来るんだよね。1万4000。関係ないね。うん。で、これ、兵数勝ってるんで、一人置いとく。あ、でもいっか、十何日だもんね。押し戻されてもいいや。この勝ちが、明日を切り開く。はい、じゃあ、どんどん進めてみます。競争壁の兄貴頑張ってくれてるよ。勝ちどきをあげよう。ことじけなし。行きます。じゃあこっち行こうか。出陣します。これなんかどこにも行ってないじゃん。ちゃんと出兵しようかな。出陣しましょう。じゃあ進めてこう。この戦勝ちはもらったぞ。じゃあ返そう。はい、じゃあ進めていきます。このまんまいいペースでいけばあれだね。飽きないよ、始めましょう。これ18、19、20話ぐらいでなんかクリアできそうな気もするんだけど、どうなんだろうね。ご命令を。歩兵しよう。もうここら辺いらない。ゼロ。かしこまりました。ここもいらない、ゼロ。
はっ。で、あとこの辺も取ったんだよね。ここはちゃんと厚くしとこうか。かしこまりました。アシナさんがね、不穏な動きを見せてるんで、アシナ対策で置いとかなきゃダメだね。まあ、ここら辺は全然平気だけどね。こんなところかな。他にも取った場所があるかもしれないけど、まあ、よくわからないんで。継続発展。かしこまりました。取引を行いましょう。こまめに評論買っとかないとね。この志、必ずや果たしてみせようぞ。はい、ゆるぎます、ありがとうございます。天下を滑るのに、勝ち続けるのみよ。で、あれかな、次、ボイモは多分うちらかな。うん。強行入れとこうか。この城、もらい受けるぞ。はい、春日山、取りましたね。片付けない。春日山。じゃあこれ返そう。上杉とは戦争は7ヶ月です。一挙受けるとめんどくさいんで、タイミチュー、あげとこう。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。じゃあ進めていこう。立ち戦だ。立ち退きをあげよう。いいね、武将に入ってる。かたじけない。あとここが最後かな。で、60人入ってくるんだ。うん、まあ途中ちょこちょこね、入ってきたからね、しょうがないね。ほい。ほいにしとこう。結構時間かかるね。これ、ほいも来るね、絶対。もうちょい出そうか、舞台。3200しか出ない。14000。出陣だ。行くぜ。出陣だ。めんどくさいからあれか、三好行っとこうか。三好もうあれだ、四国になん、四国の後ろないわ。見せるは今ぞ。力を貸してやろう。ヤマナにこれあれだね、取り付けば、多分従属するね。で、ちょこっと攻め込めば。6000。じゃあちょっと減らして。これ勝てるでしょ。出陣する。で、またさらに、ここからこっちに向けて、8900。出陣するぞ。どっち行こうか。行くぞ。こっちは B で、こっちが B。あ、こっち27日かかる。こっちのは24日で3日早いから。出陣するぞ。行こうか。ここら辺からさ、出せるんじゃない？なんか。あ、で、部署がいないか。強行28日。で、勝てるね、これね。勝つなんてことは分かっています。強行58、いいね。大雪か。うん、大雪、大雪。うん、しょうがない、しょうがない。で、あれだね。なんか子供がいっぱい生まれてるね。報告いたします。アシナと同盟がいたんです。これより表情を始める。これでいいか、軍事論議で。54、57、53。これにて表情を終わる。
いらない。あ、これあれだ。攻撃力アップする。これ取ろう。本当はこっち取りたいんだけど。うん。まあ弱いね。かたじけない。まあ武将の数も出たね。どうにでもなるので。うん。ああ、来てる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 。いいじゃん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 。これが4400、もう少し増やそうか。前進せよ。これで良さそうだね。で継続発展をして、かしこまりました。で商業を進めて、かしこまりました。で歩兵だね。この辺取ったよね。この辺いらないよ。かしこまった。あとどこ取ったんだ。勝山、勝山はここあれだ、足の対策でいいし。かしこまった。こんなところかな、取ったの。だよね、多分ね。まあ、よくわからないけど。うん。ひょろかとこ。取引を行いましょう。じゃあ、進めてきます。兵法48日。この城、もらい受ける。はい、上杉落としたね。はい、ということで、柿崎さん、もう68で、もうそろそろ寿命かな。うん、強い武将だけどね。うん。直政、そうだよ、直政、上杉にさ、謙信の時代にさ、取られて、うん、お城にいたのを取られてさ、それできつかったんだよ、多分、これ。あったく直政取られちゃったからね、うん。帰ってきたよ、直政が。多分、あーとかっつって、直政がいないとかって言ってね。うん。騒いでたな、結構。初期の頃。うん。ね、うん。やっと帰ってきた。で、京子23日にね。直虎いるんだけど、直政がいないよ、ってね。悲しんでたよね、あの時ね。この程度でしたか。この程度でしたか。はーい、行きます。行こうか。皆さん、続いてください。皆さん、続いてください、本当に。ポイントどのぐらい結構、増えたんでしょう。28。うん、そうだね、増えたね。うん。死体の者が来た。死体の者が来たようです。重毒の申し入れ受けましょう。待機するぞ。ことじけなし。従属これはどうしようか。六角行こうか。六角とりあえず。三河武士の誇り。もう将軍にも取り付いたんで。力を貸してやろう。取り囲んでるんで将軍にね。参ります。進みます。いざ参ろう。前進せよ。いざ参る。こんな感じでいこうか。進め、うん、これどこにいる。あ、こいつか。あ、じゃあこいつが参る。こっち行って進め。鈴木さんどこ行こうか。行く場所なら返そうか。返そう。確かこの辺だよ、鈴木さん。この辺にいるはずで。じゃあ進めとこう。いやさん一大事でございます。朝倉海岸さん、六角形に下ったと思う。ああ、そう。強行46。六角形従属するんじゃないの。まあ、武将もね、これ、強行、方位、撃って出とかれると面倒さから、強行、じゃない、攻撃に処方、撃って出とかれると困る。強行120日か、六角行強いね。でも一応勝てるね。うん、勝てる勝てる。やばいね。勝
二人死んだ。三人死んだ。四人死んだ。アシナの道具が切れました。先月の収支です。ゲッチ、アシナさんは交渉で、でもあれか、同盟の同盟だからあれだ、お友達だ。同盟の同盟はお友達です。うん、同盟の同盟はお友達。オッケーオッケー、アシナ気にすることないぞ。交渉で、ダメ。戦々不告でここ一条行けば、三河武士の誇り見せるは今ぞ。一条行こう。出陣する。いいでしょ、こんな感じで進めとこう。この志必ずや果たしてみせようぞ。おだけがまだいい、まだ行くか、おだけに。まだ行くか、もう勢力ないじゃん、こんだけじゃん。揺るぎません。ありがとうございます。勝利の光が我が道を照らしている。今日こう8日、早いね。観音、観音寺、ほい。いや、強行でしょ、これは。もうモグラやってもよかったけど。この状態でさあね、うちらに攻め込まれてさ、うちらにさ、包囲もかけるんだったらわかるけどさ、この状態でさ、織田にまだ包囲もかけるって、ありえないわ。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。かたじけない。ノブンをさ、楽勝だよ、この包囲もって言ってる、多分。出陣します。山野さんも全部向かおう。我らの勝ちだ。勝ちの気を上げよう。ことじけなし。参るぞ。そこチーム向かう。皆の者続け。使いの者が来たようです。老怪従属の申し入れ合い。従属した。5000、使い道あるかな。なんかありそうだね。使い道ありそうだね。こっち向けとこうか。我に続け。5700。少ないけど一応使えるでしょう。我に続け。こんな感じか。ポイント増えたんじゃないの、勢力のポイント。30ポイント。いいペースじゃないのかな。ポイントは足んないね。おい、35日。待機します。ここ落として、裏神さんを従属させてもポイントが足りないぞ。困ったな。あと6ポイントないぞ、これだと。飽きないよ、始めましょう。明日に行くしかないか。山は全然ないんだよな。ノブのポイントいっぱい持ってんだよ。ご命令を。ノブ、こんだけなんだけど、これで多分、3ポイント、4ポイント近く持ってるはずなんだよな、ノブ。ここはせいぜい1ポイント。1.5 ポイントぐらい。どうしようか。これは宣戦布告するしかないな。山名に宣戦布告。いいね、いいね。これ通称だから問題ないね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。これが、行くぞ。ここに向かって進め。これが行きます。ここに向かって
進みます。こっから進め。手元に出して、どれだ、このライン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 、どうか。行くぞ。これがここに向かって前進せよ。で、このライン、このラインだ、このライン、ね、行くぞ。ここに向かおうか。進め。で、こんな感じで行けばいいかな。あ、将棋を進めたもんね。将棋を進めたんで取引を行いましょう。兵糧会より継続発展、純金じゃいらないよね。貯水から漁村まで。はっ。で、取引を行いましょう。兵糧もだいぶ溜まったね。オッケーだね。うん。兵糧大丈夫だ。ひるい心配なかった。我が野望、何人たりとも止められぬ。包囲しとこうか。いくつで来る ?1 万2000で来る。農兵整理に使とうか。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。で、これがそろそろ終わるね。うん。口ほどにもありませんでしたね。かたじけない。手を打ちましょう。皆さん続いてください。はい、進めていきましょう。スカイの者が来たようです。石切る交渉の従属入るでしょう。で、勝てるね。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。強行20日そしたらいかなる。行くぜ。従属させたんだ。出陣する。はい、こんな感じでいいんじゃないのかな。うん。腹の底から勝ちどきを上げろ。かたじけない。1万2000、どうしようか。この1万2000の部隊をどこにぶつけようか。やってやろうじゃねえか。とりあえずかこれに置いとこうか。置くんだったらここ。出陣だ。報告いたします。これより表情を始める。かような策はいかがでしょうか。いいね、軍事論議でね。72、50、60だね。これにて表情を終わる。これいらないよね。あ、ローミアップこれ取っとこうか。交渉の攻撃取っとこう、とりあえず。俺とどこは甲状腺指揮低下。俺とどこか、ちょっと。もうあれだ、そんなに軍事ポイントとかもいらないんで、ポイントとかもね。うん。はい。ということで、これ18話ですね。この辺でね、終了します。承知いたしました。あれだね、歩兵とかね、その辺ちょっとやっとこうかな、最後。2条はちゃんと。歩兵して、はっ、ちょっと歩兵入れて。これ歩兵入れてないからさ、この辺弱かったんだよね、きっと。足利さん弱かったんだよね。歩兵してたら多分もっと時間かかってたと思うんだけどね。かしこまった。こんな感じで。ああ、結構あれだな、この辺
五兵衛ま全然やってないね。はっ。うん、こんなところかな。で、もう継続あっても必要ないんだけど、一応ちょっとだけ見て、うん、漁村だけやっとこうか。承知いたしました。で、取引を行いましょう。勢力の確認をすると、今、32ポイントですね。あと4ポイントで総武事例なんですけど、うん、どう考えてもここら辺であるのは1所領か2所領ぐらい、2ポイントで、ここで3ポイント4ポイントあるかなってところかな。あ、ここ1ポイントあるか。ここ1ポイントあって、で3ポイントで、ここ従属すればもしかしたらクリアかもしれないっていうところですね。はい、ということで18話ご視聴いただきありがとうございました。